はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ワールドです。メタルギアソリッド2ですね、やっていきます。よろしくお願いします。このメニュー画面で L2 を押すとこうなるんですけど、何なんですかね。さて、前回ね、切れないかなと言ったんですけど、電源を落としたら問題なく同じところから始められるんで、ここからやっていきます。前回ね、スネークと強化骨格的サイボーグ忍者にやられてしまったライデンですが、まあ、ここからまたちょっとね、きついんですよ。オルガが捕まえた。ゲノム情報も調べましたが、正体がつかめず。 NSS、CIA、FBI、 どこのデータベースにも存在しません。存在しない機関ならぬ存在しない男です。だろうな。だが私はこの男を知っているぞ。ん？起こせ。コメントいただいてたドアを出入りはここですかね。ここのことかな。こんにちは。はい、どうも。久しぶりだな、ジャック・ザ・リッパー。この男をご存知で？私を覚えているよな。大きくなった。はい、こういうことです。うわぁ、やつらに記憶もいじられた。うわぁ、いや、ほんと連打苦手なんでね、勘弁してほしいんですよね。こいつは私の息子。何もかも私が教えてやったのだ。ジャック、お前にまた会えるとは思わなかった。なぜだ、なぜ俺の名を。まだ思い出さないか。お前にその名を、そして殺しのすべてを教えてやったのは私だ。1980年代、内戦。あの戦いで活躍したチャイルドソルジャーたちの中でもお前は一目置かれる存在だった。わずか10歳でスモールボーイユニットの小隊長になり、誰よりも殺した。人はお前を白い悪魔と呼んだ。あるいはジャック・ザ・リッパーと。ジャック、私がお前の名付け親だ。内戦終結後、救済センターを抜け出し、どこで何をしていたかと思えば、そうか、お前も奴らに飼われていたとはな。面白い偶然ですな。奴らの手先ならば、喋るだけの情報も与えられていないだろう。どうします？お前の言う使い方を試してみよう。デッドセルたちは好きにさせておけ。またか。まさかあの男もここに。1時間後にアーセナルギアのお披露目を行う。通常兵器での攻撃を。予定通りな。GW の方は順調です。兵員の装備は？ない。これまでの武器装備を破棄、すべてアーセナルギア装備に。ビッグボスに有利二つですね。そうか、この小僧にも少しは感謝しなくてはな。ソリダスには反応しないんだね、あの腕は。確かにこのシチュエーション懐かしい。ここはどこなんだ？アーセナルギアの体内だ。
しかしシャドウ・モセスの記憶の中でもある。もう用は済んだろ。これは返してもらった。邪魔が入った。また後で話そう。動かないで。そのままで。カメラで見られている。一体キア。体内通信に切り替える。ミスター X も忍者だ。そう、私。君はロシア兵のリーダーじゃなかったのか。いいえ、それは表向きの役割。かわいすぎる。表向き。ええ、本当の役割はあなたのサポート。かわいすぎる。俺のサポート。誰の命令で。大佐か。いいえ、愛国者たち。かわいすぎる。なんだって。私は部隊のみんなを騙し裏切っている。どういうことなんだ。子供が愛国者たちに囚われている。2年前あのタンカーと一緒に父を失った後、行くところのない私たちはロシアとつながりのある非合法組織に拾われた。マフィア、そう呼んでもいい。だけどそこが愛国者たちの下部組織だと知ったのはずっと後のことだった。身重だった私は何も知らずに奴らの病院で子供を産んだ。目が覚めた時はもうあの子は奴らに奪われていた。今もこの国のどこかで暮らしている。会ったことは？ないわ。月に一度ネットワーク経由で映像が送られてくる。私はまだあの子をこの手に抱いたことはない。かわいすぎる。そうか、そういう事情なら仕方ないさ。誰も君を責められない。そうかしら。スネーク、彼とは敵対していたんじゃ。彼らは父の仇じゃなかった。命の恩人だったのよ。2年前沈没するタンカーから私たちを助けてくれたのは彼らだった。初めから組んでいたのか。いいえ、事実を知ったのはついさっき。え、ここで戦った時。スネークと戦った？いつ？ちょうどあなたが女の子と手をつないでいた頃ね。あいつ。手を組んだのは恩返しってわけか。いいえ、相互利益のための協力ってところね。利益？あなたをサポートすること、それが私に課せられた役割。ソリダスがアーセナルを手に入れればあなたの任務も失敗。私も役割を果たせなかったとみなされる。愛国者たちはあの子を殺すわ。だからあなたたちを助けることがあの子を助けることになる。すべては子供のためか。だがなぜ愛国者たちが俺を助けようとする？ソリダスを倒すためか。いいえ、あなたも私と同じ骨の髄まで利用されている。ふざけるな。何を言ってる。 S3 計画。うん、いずれ分かる。その辛さを克服できるかどうか。どういうことだ。時間がない。ソリダスは今にも攻撃を開始する。奴を止めなければ。ウィルソン、まだ効果は現れていない。やはり愛国者たちが手を加えていたようね。聞くのか。わからない。これを外してくれ。今はできない。私がここを出てから拘束を解除する。俺の装備は？スネークに預けた。ここでは渡せない。彼はどこに？この先に格納庫への通路がある。そこで待っているはず。格納庫へのカードキーも彼に渡してある。スネークはアーセナルギアを破壊するつもりなのか？いいえ、完全に破壊することはいくらスネークでも無理。だからソリダスたちを倒すしかない。君はどうぞ。私は潜伏する。それが役割。まだ奴らに気づかれるわけにはいかない。俺がこんなこと、いずれはバレる。いい、しばらくしたら解除するから覚悟して。はい、じゃあ解除できたので、どうすんだこれ。
どうやって出るんだ。解除はできたはずなんだが。ああ、これか。ジャック、大丈夫？愛してる。ああ。ジャック、ソリダスの話、本当なの？本当だ。信じられない。そんなことが。子供を徴兵したり、戦闘グループに参加させたりすることは禁じられているはず。法律なんて、戦場での歯止めにはならない。今現在も戦闘に参加している子供は30万人以上もいる。俺もそのうちの一人だった。覚えてたの？記憶を操作されていたんじゃ。いや、毎晩うなされていた。過去の断片に。なぜ今まで言ってくれなかったの？君に理解できるはずがない。そんなの言ってくれなきゃ分からないじゃない。わがまま女。君を苦しめたくなかった。俺には戦う理由などなかった。物心ついた頃から銃を握らされていた。あいつだ、あの男に。でもそれは罪じゃない。一日を戦えば褒められた。食事にありつけた。屋根のある寝床で安眠することができた。最初に AK を握らされた時はまだ6歳だった。いや、年齢も定かではない。ジャック、俺はスネークとは違う。戦いに疑問を感じたことなどなかった。目的があったわけでもない。出口のないトンネルをただ銃を突きつけられて歩くことを強いられていただけだ。銃を取らない奴はみんな殺された。あなたを責めるつもりはない。毎日ハリウッドのアクション映画を見せられた。マッチョな男が銃を持って戦う映画だ。イメージトレーニングと言ってた。俺たちは作られた。キリングマシンとして。日に一度の食事にはガンパウダーが混入されていた。ガンパウダー？火薬のこと？そうだ。ガンパウダーには幻覚作用をもたらすトルエン成分が含まれている。麻薬漬けにされたんだ。そんな。内戦が終わって生き残った俺たちは保護された。それからはこの国でさすがに衣食住に困ることはなかった。しかし今も何も変わってない。俺たちの過去を黙認してくれるのはやはり闇の世界しかなかった。毎晩うなされる。忘れることはできない。ジャック夜が怖い。だから君の隣では眠れない。言ってほしかった。何を？これが根っからの殺し屋だったってことか？そうじゃないわ。この世で一番憎むべきもの、それは自分の過去だ。誰にも知られたくはなかった。君にも。だが俺がこのミッションに選ばれた理由がようやく分かった。あの男を倒すため、あの男を倒すにはこの俺でなければならない。この日のために俺は奴らに生かされていたんだ。ソリダスに会って分かった。ジャック、信じて。私、今のあなたが好き。私、確かにあなたのことを何も知らなかった。どこで生まれてどう育ったか、今日までね。でもこれからもっとあなたを好きになる。あなたの過去も受け止める。無理だ。他人が俺の過去を背負うことなんかできっこない。俺には恋人たちが語り合うような楽しい過去はない。みんなそうなのよ。楽しいことばかりじゃない。辛いことや悲しいことを共有するから。ジャック、信じて。俺は俺の過去を誰とも共有したくはない。ただ忘れたいんだ。ジャック、私もあなたに自分の過去を。ロース、君と過ごした2年間は本当に楽しかった。ジャック、でもそこまでだ。それ以上は踏み込めない。君が俺のプロポーズを心待ちにしていたことは知ってる。それは。でも俺にはできない。俺には家族を作ることはできない。あの体験を白紙に戻すことはできない。ジャック、分かった。それ以上言わないで。いやー、なんか急にねシリアスになってしまいましたが、
いや、よくできたゲームだね。こういうところとかでさ。どういうことなんですかね。さて、動けますね。いつもと同じです。同じ、まあ、動きはできます。すごいなこれ。完璧な防御だなこれ。生半可なナイトでは真似できない硬さがあるな。確かここには、そう、風邪薬がね、あるんです。こんな、季節わからないけど、まあ、すっぱだかですからね。はい。あ、叩けない。ここは？ここは開いてないのか。うん。オルガとかは、あ、ミスター X になってるのか、まだ。まあ、応答は確かにないだろうね。あ、レーションがある。いただいておこう。アイテムは、もうすっからかんですね。あるだけもらっておこうか。何かあるなら。こんなもんか。何分？ 16 分。まあ、身のあるムービーだったかな今回は。おお、ノードが。ありがとうございます。あるわね、ライデンの言うことは。わかる。わかるっていうか。そうよねって思っちゃうけどね。また違う人もいるのかな？そう思わない人もいるんですかね。ライデン、いいか？任務を続行しろ。装備がない。スネークを探さなければ。あの男はシミュレーション要素には入っていない。あの男に構う。その通りだ。裸ではどうしようもない。ここはかなり室温が低い。そうだな。その格好では攻撃もエルードもできない。装備はスネークが持っているらしい。ライデン、ソリダスたちを倒せ。アーセナルを無傷で奪い返すんだ。大佐、あんたは愛国者たちの命令で。君の今回の役割。いや、任務は単独潜入してテロリストを武装解除し。また役割か。これは一種のロールプレイングなのだ。役割を果たせ。役割を演じ切るのだ。大佐、思い出したんだ。なんだ。俺はあんたに直接会ったことがない。一度もな。任務をシミュレーション通りに貫通するんだ。大佐、あんた誰なんだ。それ以上の詮索は無用だ。ローズマリーはこちらが預かっている。それはどういう意味だ。いいな、ライデン。あの言い方だと結局、まあ、オルガと一緒の扱いをされてる感じですよね。オルガの娘か。オルガの娘さんは呼んで出てきてたのかな。なんか似た子が、似た子っていうかね、銀髪の子がいた気がするけど。さて、どうしましょうかね、これ。まあ、ここはね、大暴れした記憶しかないんですけど、とりあえず格納庫っていうか、まあ行くべき場所は多分分かってるんで、ここは本格的スニーキングミッションですか。裸足でエルドアで言うのはきついよな。まあ、どうせエルドなんかまともにやった試しないけど。あ、なんだなんだ。ライデン、今すぐにゲーム機の電源を切るんだ。なんで言った。任務は失敗に終わった。今すぐ電源を切れ。一体どうしたんだ。うろたえるな。これはゲームだ。いつものゲームなんだ。長時間プレイすると目が悪くなる。何を言ってるんだ。ライデン、聞いてくれ。先週の木曜のことだ。私は車で家に帰る途中だった。家まであと2マイルほどのところ、ふと目を上げると東の空にオレンジ色の光る物体が見えたんだ。とても不規則に動いていた。そして次の瞬間、辺り一面が強烈な光に包まれ、気がつくと私は家に着いていた。どう思う。どうって。わかった。もういい。ところで、これはどういけばいいんだ。もうね、コールいちいち出、前出るか、いちいち出てるとね、おかしくなるんだよね。しかし、ゆうべ光に長い間ゲームするな。迷っていたことがあって、他にすることはないの。やはり言っておく。どうして知ってる。そうとも。先週の土曜日の朝、ローズ君の部屋から男が出てくるのを見たんだ。なんというか、そのとても親密な感じだった。すまない、任務中にこんなことを。願わくば通信を切りたいんですがね。ここじゃダメか。
あれが邪魔だよな。あ、邪魔じゃないのかな、抜けられるかな、あの後ろぶつかりそうな気がするんだけどな。でもカメラがあるからな、いけるな。で、そしたらあそこにカメラがあるからいけないから、エルドじゃねえや、飛んでいくのか。こんな感じでな。よし、いい感じだ。うわ、危ねえ。まだ凍るか。敵要塞アウターヘブンに潜入。最終兵器メタルギアを破壊せよ。そりゃないだろう。今のは初代ですね。メタルギアソリッドじゃなくて、なんだっけ、メタルギアっていうゲームが昔あって、それの、うん、それですね。危ないか、危ないかな。敵の動きは分かんねえな。これカチャカチャって音鳴っちゃうのかな。ゆっくりやるけど大丈夫か。よし、オッケーオッケーオッケー。これじゃバレないでしょ。もうコール俺無視するけど、あ、いや見るか。もう大佐がね、ただ行かれてるだけなんで。私の我慢にも限度がある。もう君には任せておけ。私が出撃する。君はもう帰れ。多分こんな感じでプレイヤーの方を焦らす感じなんですかね。当時すごい俺怖かったんだけどね、これ。わけわかんないじゃないですか。電源も切れとかさ。ねえ。多分電源切っちゃった人、ね、モーサもいるんじゃないですかね。さて、俺が行きたいところはどこだ？確か、あそこか。どうやって行くんだ？普通にカメラをかいくぐっていけばいいのかな？ここまで難しそうだな。川岸の瀬口、絹の部橋、竹山、海津の森、鼓ヶ滝、加賀、白野、一の鳥、宇根、山下、笹部、高平、時代、両県立。今の地区に俺の住んでるところはなかったな。とりあえず。あ、そこに、そっちに見つかったか。